マリン君腹口よりかまどの方ががいいいんんですすさんはどう思いますかもう僕ならかまだ使いますけど腹口を使う理由も分かりますね。どっちかというとインサイドハーフを左を腹口にした方が瞬間的に外取ってサイドアタッカーをやってた、ね、頃の慣れで、ね、左サイドの,あの高い位置での崩しとかできそうだからね。適材適所っていうとインサイドハーフも位置逆の方が僕はいいと思いますね。僕はいいというか絶対いいですね。<laughs> なんかこう。 どうしてもねあの、人の質で解決してほしいから、腹口がダメとかそういう話になるだろうけど、普通にあの、日本とブラジルの能力的な差というか、日本も上手いんだけど、そこに戦術的なサポートがないとさ、それはね、ライオンは群れで戦ってるのに、オオカミが個人で戦ってるみたいなことだから、今の日本って。